ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションブルトビットは始めていきましょう。フランカリバーズ、フランテペンタゴンとやります。フランテペンタゴン、どんなチームなんでしょうか。そう、疲れてる選手が S を送ってます。強い選手です。森尾もディフェンダーとして強いですね。設定としては C ですが、飛び抜けた能力の選手があるので決して油断できません。これが終わると1週間休みがもらえます。全力を注いでいきましょう。では試合やりますか。と言いつつ、クルミは無理させません。メリカのチェンジ、スピースチェンジする流れかな。それから出しましょう。まあいいか、その必要はないか。でオープンスペースでやってみます。相手の本拠地ですね。こうやってステアスタイルの一番の勝率が圧倒的です。まあ決して油断はできないです。もし5分も経ってないです。強い選手はいますけど、エアポケットがたくさんあるってことでしょうか。パスワンスかな、窓か、そして緑。今日の運用が多かったにかかわらずしっかり決めてきました。いいですよ。これはうまい。あっという間にゴール前。ああ、緑決めてほしかった。ブルーストです。ここから取りました。他がついていけない。あーっとタイミングが合わなかった。コーナーキックになってしまいました。もう少し1人止めるんですね。なんせボールが点々と転がっていって相手の2人が取りましたね。結構すごいな。だから窓から行かないで
ヒドが取りました。またピンチ。今度は危ないと思うときに、このゲームゴリ押しで押し込みが点入る可能性高いですからね。ということで疲れが溜まっております。結局なんかどんどんしないといけないし、ここが疲れば全員出番なんだよ。みんなそんなに疲れてないんですよね。なので中盤の補強っていうのはどこも必要で、そこ中心に補強していった方がいいです。あ、やばい、取られてしまいました。ピンチ。ディフェンダー変えてますね。ディフェンダーにはスタミナ余裕ありそうなんだけど、なんでディフェンダーを変えるのか。さあ高速ビロリー2点目、一気に2点目。緑しっかり決めてきました。2点差になると相手は攻撃的布陣を含むようになります。あと2人も変えてるんで最後の選手交代です。え、そうなの。イエローカードをもらってしまった。前の方の前衛の疲れを解消するには至りません。お、反則取ってほしいが、ヘッパイヤオフサイドですね。これ守りに入られました。松茸ご飯のもと山盛り。クラリス、まあ無理でしょうね。残り時間もう5分です。危ないな、これ横っ飛び。ほとんど時間ありません。ラストチャンス。さあこれ前に出てるぞ、エリカ。左にずれてしまったが、ここでホイッスル。2対0勝利です。これはいきなり前半5分、ここから2の5でチャンスに先制しました。バタペタもチャンスを作ります。うまくボールをコントロールができるかどうかですよね。これもそう。このままピンチは
じだったんですね。後半21分課題でしたが、ミドルたくさん振り切りました。最後のジャスでしたが、左に添えてしまいます。ということで、シュートのコースは変わらないですが、手を抜いて取ったのは、まあ、これはわかります。緑のおかげです。2位です。マジ大阪負けましたね。これ初めてお敗北今年ということで、3点差に縮まりまして、またチャンスが出てまいりました。プレー多いですからね、そこで勝って前に行くことはすごくゴールへの秘訣になります。ミルザーガーセミが故障か、はい、ということで、ね、ここまでです。次回エルヤード欧州戦をお送りいたします。します。ツイッターおよびブログのアドレスは概要欄に記載してますので、ぜひ見に行ってください。また概要欄にはカルチョビッターのプレイリストございます。こちらも URL 記載してますが、見ていただいたところにブックマークできるようになってますので、ぜひお願いいたします。ということで、カルチョビッターをお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲームの